ぬいぐるみビッグ型新型だよね。うん。ああ、そうですね。うん。俺のウエストのウエストが。ユーストリームは見てみた？これで撮ったの。綺麗に撮れとったよ。音もちゃんとよく入っとった。音もうまい。こんな感じかな。そこで見てるのもあんまりわからないと思いますよ。そこで見てるのも映ってますから。ネットワーク接続が、不安定です。不安定ではなく、じゃあ社内、もうそれは不安定、不安定無理です。あ、消えた。はい。OK です。こんばんは。こんにちは、メガネです。僕メガネかけてますけど、それだけでは分からないんで、メガネで平野さんといろいろちょっとね話してたんですけど。全曲、クルリです。おいいな。今頃流行りのクルリ。行かない幸せがただ欲しいのです。僕はあなたにそっとそっと言います。言葉を一つ探して花の覚えてあなたに教えるんです。トゥ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 、気づいたら雨が降ってどこかへ行って消えてゆき、手を握った確かめ遠く汽車の窓辺
幸せの一つなんです。ほらまた雨が降りそうです。
かね、来たね。なんか途中で、あの、ね、アーデイン・ザ・ライフのみたいなの入ってきたりしてね。あの、分数コードの部分は結構響きがね、ね、うん、やっぱ色が決まってますもんね。それが E から始まってるの？今の A からですね。Thank you.
習してたバラの花を。旅行、家族旅行、うん、新家族旅行、ね、ネズミランド、ネズミランドに、お、あ、今、親、あ、親が行きたい、孫と、うん、おで行くんでしょ、そうそうそう、僕も行くんでしょ、僕も行く、今すごいですよ、30周年記念、今です、今もう始まったんじゃないですか、あ、そうなんですか、新月の3日に、おお、すげえ、東京。すごいぞ、多分人が。はい。何？なんか、なんかしたかな、向こう。はい、ですね、帰るわ。帰るわ。これ、これ関係ないし。帰るわ、帰るわ。A か、A とか B とか、なんか。それを確認します。
あ、年齢の差がする。すごい。のぼつは好きやもんね。なんかかぎわしみたいなやつ。
最後の部分です。だんだん無理に混ぜろ。
どこ行った？くるりのバラの葉の引きたいがためにメガネで言ったように引けないで、まあ、あのでも新しい曲を持ってきましたよ。あ、新曲？新曲
Thank you.
Thank you.
ウェストン？これはモーリス？モーリス。はい。あのこの件めでたく復活をされましたあの屋敷隆人さんの歌を歌います、ね。やっぱ好きやねんっていうことで。見てますでしょうかね、大阪の歌の。
次は海を渡って海の向こうのメガネ、メガネマンです。今まであの海の向こうのメガネマンはジョン・レノンがねしょっちゅうやってましたが、今回新しく一度この前、一度ピアノマンの盲目のピアニストスティービー・ワンダーをピアノの曲をギターでやりました。今回もピアニストの歌をやりました。エルトン・ジョンというあの同性愛者の歌をやりました。まあ結婚したからね。Your song. It's a movie coming. It's bleeding inside. I know what I'm doing. Easy high. I watch my
当然あの大西家は知ってられる歌だと思いますが、あの私エミリーちゃんがですね、結婚するときに、もうだいぶ先なんでしょうか、結婚するときにその相手の旦那さんがこの歌を歌ってくれればいいかなと思う歌があります。僕が作った愛の歌っていうラブリーエミリーっていう歌ですね。ラブリーエミリーラブリーエミリチューリップ知らんと思う。チューリップさんってこういう歌があるっていう。かなりチューリップしてるもんね。せっかくね、ラブリーミーな。ですね、卒業式の社運会で、あの歌、ドイツの2人でやりましたが、その前にここでやったんだけど、ちょっと、ニュースに流せなかったので、客観的にちょっと聞きたいので、もう一回歌わせてもらっていいですか。ありがとう新丸一さんですね。
本当に生きていてくれてありがとう。
とうございました。Thank you.
メガネ、メガネの続きで、今日はおしまい。もう一人の、もう一人の。君と出会って
僕は少し恋をしたよ。悲しいことも切ないことも嬉しいこともあった。君に会いたくて何度も回り道をした。行方と白いお月様に願いをかけてた。もう一度会えたいのなら君の街まで。悲しみの風を吹いて僕を連れ去ってよ。Yeah.
しみじみ飲めばしみじみと途中のコードがちょっと違いましたね。で、うん、マイナーじゃなくてただのセブンスのところが何か所かあったんで、結構、うん、セブンスのところがあるんですよ。あの、thank you.
はい。Oh,
笑いものにし、都会の星はとても遠いから、人は僕を夢見るばかと言う、いつだって真剣に僕は生きてきたはずだけど、でもいつも残されていた。沈む夕日は止められないけど、それでも僕は追いかけていく。沈む夕日を追いかけて、追いかけて、死ぬまで僕は追いかけていく。追いかけて、追いかけて、死ぬまで僕は追いかけていく。追いかけて、追いかけて、今まで僕は追いかけて。次回のお題、あ、
ちょっと公平が、公平が、公平が、公平が。次回のお題、主題歌。テレビとか映画とかアニメとか何でもいいんで、主題歌。何でも結構です。主題歌は歌った人の動きじゃなくて主題歌そのものです。うん、何でもいいんです。何かの主題歌、ドラマとか映画。あ、オッケーオッケーです。そういうことです。そういう、違うのオッケーオッケー。そういうことです。皆様オッケーオッケー。ということでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。そうそう。前一回一度使ったやつはアニメの主題歌。はい、アニメの主題歌。うん。うん。そうそう。バイバイ。ありがとうございました。